にちは。楽天株式会社の平井康美でございます。私は CIO 並びにチーフインフォメーションセキュリティオフィサーとして楽天国内の開発部門並びにグローバルなエンジニアリングオペレーションズを担当させていただいております。楽天オプティミズムビジネスカンファレンスの初日、皆さんいかがでしょうか。お楽しみいただけてますでしょうか。このセッションが本日の最後のセッションとなりますが、当セッションでは 5G がもたらすビジネスの可能性、そしてビジネスの価値について、 IT 業界を代表するビジネスリーダーの方々をお招きして、私がモデレーターを務めさせていただきまして、皆さんと一緒に探っていきたいと思います。ご案内の通り、インターネットはすでに新しい社会基盤になりました。このインターネットの進化によって、今社会ではさまざまな変化が起こっております。例えばフィジカルからデジタルへ、今多くの企業では DX デジタルトランスフォーメーションを推進するイニシアティブがたくさん起こっております。 PC からモバイルへ、ご案内の通り楽天市場の多くの取引の 70% はもうモバイルデバイスからになっています。今のミレニアル世代は、朝起きたら歯を磨く前に、服を着替える前に、まず自分のスマホでメッセージングアップをチェックするっていう人たちが9割に上るそうです。この世代の人たちは、財布をなくすよりスマホをなくす方が怖いと答える人たちです。私たち人間の体の中には206本の骨があると言われてますが、まさにスマホは人間の207本目の骨になったと言っても過言ではないと思います。 5G がもたらす価値として、これまでのダウンロードという世界からストリーミングに移行すると思います。 5G 以降の世界では、ダウンロードという言葉は死語になるかもしれません。またいろんな経済価値を考えたときに、所有するオーナーシップから利用するユーザーシップへという大きな進化も皆さん感じていらっしゃると思います。モビリティアザーサービスもその一つです。このような大きな変化に共通する点を見つけました。それがパーソナライゼーションです。これからのさまざまな経営は、大量生産という時代から一人一人のお客様の顔が見える、一人一人のお客様に即したパーソナルなサービスを展開することが重要な要素になると思います。すでに価値観は物からことへと移っています。ものづくりからことづくり、 5G 時代にはさらにこのことから心、その心を響かせるようなサービス、それらが一人一人にパーソナライズされたものというのが非常に重要な成功要因になると思います。 5G 時代の経営者には、AI をフルに活用したデザインシンキングの要素を盛り込んだ構想力が必要になります。今日はそのあたりのお話もしてみたいと思います。このシェアリングエコノミーに代表されるオーナーシップからユーザーシップへの進化の一つの例として、私が兼務で会長と社長を務めております楽天の子会社、楽天コミュニケーションズ株式会社が開発をした安心ステイ IoT という新しいサービスを少しご紹介させていただきます。ビデオお願いいたします。安心ステイ IoT は、楽天の最新テクノロジーを活用し、安心安全な宿泊施設運営をサポートします。楽天が開発した AI 顔認証技術により、確実な本人確認を行います。本人確認後、部屋のキーコードが発行され入室可能に。キーコードは予約ごとに更新されますので安心です。お部屋では常に快適にお過ごしいただくために、騒音センサーが部屋の音量レベルを管理します。楽天の最新 IoT 機器がお客様に最上の快適さを提供し、宿泊施設の省力化運営をサポートいたします。この安心ステイ IoT のサービスは、民泊運営事業者の方々に広くご利用いただいています。このサービスも 5G の時代の到来とともに、さらにユーザーさんにとって使いやすいものになるというふうに確信をしております。それでは前置きはこのぐらいにいたしまして、
本日のパネリストの方々にご登壇いただきたいと思います。本日のパネリストの皆様をご紹介させていただきます。パナソニック株式会社コネクティッドソリューションズ社常務エンタープライズマーケティング本部長山口由紀子さん。続きまして日本 IBM 株式会社取締役執行役員カスタマーサクセス事業荒川智美さん。そして最後に楽天株式会社から楽天株式会社執行役員楽天技術研究所代表森雅也です。皆様どうぞ大きな拍手でお迎えください。それではモデレーターの平井さんにお戻しいたします。はい、今日はありがとうございます。今お三方はうっちーこと内田恭子アナの影アナでご登壇されて、私は自己紹介だけだとちょっと悔しい気がするんですが、その悔しい思いをこのパネルディスカッションの中でいろいろ突っ込んでご質問してまいりたいと思います。ではまず最初に、パナソニックの山口さん、実は前職で IBM やシスコシステムズにもいらっしゃったということで、私と同じような経歴なんですが、一度もご一緒に ね会社でかぶったことはなかったですよね。かぶったことはなく、はい、それでは山口さんの方からこの 5G がもたらすビジネスの可能性についてお話しいただけますか。はい、皆さんこんにちは、パナソニックの山口です。私はですね、IT やテクノロジーの会社でですね、長年マーケティングをさせていただいております。パナソニックでもですね、 B2B のエリアでのマーケティングを統括させていただいております。IT やテクノロジーって携わっているとですね、やっぱりテクノロジーの力っていうのをものすごく信じていて、やっぱり今までできなかったことが新しいテクノロジーでできるようになるとか、世の中がより良くなるとか、新しいムーブメントが作られるとか、そういうことが大好きで、やっぱりそういうことにですね、ぜひ貢献していきたいということでですね、そういう企業の方でマーケティングをさせていただいてるんですけれども、この 5G、 これもですね、ものすごくワクワクするんですよね。この 5G の世界がどういう未来を作るのかというのは、私もですね、すごく楽しみで、いろんなイノベーションが起こるこのテクノロジープラットフォームの可能性をですね、すごく信じております。その中でですね、簡単にですね、失礼いたしました。ではその簡単にですね、パナソニックをちょっとご紹介させていただきたいんですけれども、パナソニックというとですね、家電の会社というイメージが皆さんの頭の中ではあるかと思うんですが、実は B2B のソリューションのところをですね、すごくやっておりまして、暮らしや社会っていう意味で、住宅の方のビジネスですとか、あとあれですね、車載のバッテリーとか、そして、インダストリアルソリューションということで、いろんな電子部品などもやってるんですけど、私が関わっているところはですね、コネクティッドソリューションズといいまして、特に B2B ソリューションということでですね、製造や物流や流通、そして、パブリックセーフティーのところとか、あと、オリンピックパラリンピックなどでもですね、エンターテインメントのプロジェクターを提供させていただいたり、そういうことをしています。このすごく範囲が広いパナソニックの中で 5G のテクノロジーとどのように紹介しようかなと思ってですね、今回ですね、いろいろ考えたんですけれども、実は昨年2018年というのがですね、松下幸之助がパナソニックを創立してから100周年でございました。で、100周年のタイミングでですね、パナソニックが目指す少し未来の世界みたいなコンセプトムービーを作ったんですね。その中で特にちょっと 5G をイメージしたところを抜き出してですね、ショートムービーにしてお持ちしたので、こちらの方をご紹介させていただきたいと思います。ビデオの方をお願いいたします。
少し先の未来でですね、例えば距離や言葉を超えた遠隔授業みたいなのが実現できたりとか、そして、次世代の VR テクノロジーによってミュージアムのエクスペリエンスも変わっていくと思います。また顔認証により入出国管理や個人認証によって空港でもパーソナライズされた情報が提供できるようになっていきます。またリアルタイム情報をインタラクティブに操作できるようなサイネージ、モビリティは移動の手段から生活のパートナーへ移り変わっていくのではないでしょうか。無人医療コミューターで手軽にメディカルチェックができるかもしれません。またレベル5の自動運転では移動空間の新たな価値を創造できます。製造シミュレーションをリアルタイムデータで管理したり、クリーンエネルギーによるスマートファクトリーの運営、こういうことも実際にできるようになってくるのではないでしょうか。そしてエンターテインメント分野でも立体映像によるインパクトのあるスタジアム演出や、そして都市全体を演出したプロジェクションマッピング、こういうこともですねできていく世界が、暮らしがビジネスが変わっていく世界、そういうものがもう現実のものとなっているように思っています。こういうコンセプトムービーを作ってるんですけども、具体的なですね、 5G のビジネスというところで言いますと、今こちらの方に表示されているようなですね、分野でですね、ローカル 5G も含めていろんなビジネスをスタートをさせようとしています。特に工場などではですね、やはり IoT 機器、私ども IoT 機器をたくさん作っておりますので、それをつなげたりロボティクスをつなげたスマートファクトリーの実現、そして公共事業というところではですね、具体的に北海道のですね、岩見沢市でですね、実証実験をしておりまして、トラクターの自動運転と監視ソリューションみたいなところをですね、今のところは 4G なんですが、これもですね 5G でトライアルするということで進んでいます。このようなことをさせていただきながらですね、やはり 5G が作るベターライフ、ベターワールドというところをですね実践していきたいというふうに思っております。ありがとうございます。はい、以上です。私冒頭でパーソナライゼーションという話をしましたけど、まさに今山口さんがご紹介いただいたビデオを拝見しますと、もうユーザーエクスペリエンスが桁違いに変わるっていうことがよくわかります。おっしゃる通りだと思います。一方 IoT、 インターネットオブシングスというふうに言われますけども、ある意味別の意味で IoT はインターネットオブスレッツっていう意味合いもあると思うんですね。これまでつながっていなかったあらゆるものがネットワークにつながってきたときに、どうしてもやっぱりセキュリティ、サイバーセキュリティとかインフォメーションセキュリティのリスクが増すんじゃないかと思うんですが、今日会場にいらっしゃる方々に対してその IoT 時代のセキュリティに関してはなんか警告なんか鳴らしていただけたらいや本当におっしゃるように、この世界になって 5G になると本当にたくさんの IoT 機器につながってデータを取って AI で分析してっていう、もう本当にそれが格段のレベルになっていくと、そうするとそれぞれのリスクはものすごく高まると思うんですよね。そのリスクをどうやって企業がガバナンスするかっていうのは大きなアジェンダになってきて、まさにチーフセキュリティオフィサーとか企業の中でのガバナンスの仕方、そしてそのセキュリティテクノロジーにアップデートしていくっていうことを本気でやらないと、本気でその体制を作らないと、この時代においてですね、本当守りの方がおろそかになっていくというふうに思います。そうですね。はい、ありがとうございます。はい、では次に日本 IBM の荒川さん、ご無沙汰してます。どうもご無沙汰でございます。はい、IBM さんとは我々楽天のテクノロジー部門はワトソンを活用した AI のパートナーシップを2年前に提携させていただいて、すでにワトソンをベースとした AI チャットボットが80以上立ち上がっております。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、そういったいろんな先進的なことをやってらっしゃる日本 IBM の荒川さんの方からお話しいただけたらと思います。はい、ご紹介ありがとうございます。IBM の荒川と申します。本日は楽天さんの、これだけ、大きな
オプティムズムにご招待いただきまして、大変光栄に思っております。ありがとうございます。会場の皆様も、これから、5G が来て世の中がどんなふうに変わっていくか、またこのセッションのテーマであるビジネスにどんなインパクトがあるのかということに、ご興味があると思いますので、私ども IBM が考えるこれからの、新しい ICT の時代、 5G の活用を少しお話ししたいと思います。まずはビデオを、お願いします。 Technology is changing the way we view sports. Wimbledon, through their partnership with IBM, is at the cutting edge of this technology. Thanks to groundbreaking AI systems using IBM Watson, the best highlights from multiple matches are captured simultaneously.As the AI highlight system continuously tracks the action and ranks every point, highlights packages are created within 2 minutes of a match finishing. IBM Watson enables Wimbledon to deliver unmissable moments without delay. はい、ありがとうございます。すいません、英語で大変申し訳ないですね。字幕が下に出てたかと思うのですが、ご覧いただいたのは、ウィンブルドンですね。ウィンブルドンで、IBM がですね、いろいろな テクノロジーを使いまして、ファンのですね、エクスペリエンス、つまり体験、経験を、新たな世界へ持っていっている、ということをご紹介した動画でございます。で、IBM はですね、スポーツのプラットフォームですとか、それからスマートスタジアム、こういったものに非常に力を入れておりまして、で なぜかと申しますと、今見ていただいて分かったと、お分かりいただけたかと思うのですが、このスポーツの世界は、新しいエクスペリエンス、経験をですね、一番最初に体現していく、分野の一つなんですよね。で例えばウィンブルドンでやっていることはですね、 AI のテクノロジーを使って、過去のデータを使って、どの、場面が最もエキサイティングであったか、それを、ファンにそのままリアルタイムで提供したり、それからですね、US オープン、テニスの US オープンではですね、その場に70万人という、お客様が、ファンがいらっしゃる中で、そのたくさん起きている試合をですね、同時に中継する。つまり自分が見て、このコートで見ている試合は、今の生の試合ですが、隣や、違う会場で行われているコートの試合をそのまんまリアルタイムで見える。こういった、テクノロジーが、これからの、土台になるというふうに考えております。 ですので、簡単に申し上げますと、デジタル変革はですね、第1章第2章、企業を中心に起こってきたことがですね、これからは、社会に大きなインパクトが起きるような変革になっていくというふうに考えております。その一つの具体的な例として、スポーツに取り組んでおります。これは緑です。はい、ですいません。で具体的に 5G でじゃあどんなふうに世の中が変わるのかということを考えますと、左の上側は今お話ししたようなスタジアムの体験です。で 5G が来ますと、先ほどは今できてたことをお話ししましたが、例えばですね、実況で 4K、8K といったものを会場で数十万人の方に見ていただけるようになります。例えばこのイベントでも多分そういうことができるようになりますね。 5G で、皆さんの、デバイス、今回5000名とか参加されていると伺ってますが、そこにですね、同時に、データを落とすことができるわけですよね。で遅延もなくですね、そういった技術を使って、今度それが 4K、8K の画像になるとですね、例えばテニス、ゴルフに戻しますが、優勝した時のグリップの角度がどんな角度だったか、今の画像技術では見えないような技術が見えるようになるんですね。でここは、本当に、大きな変革だというふうに考えておりまして、産業でも起きてまいります。それから、5G を使って、いわゆるモビリティアザーサービスの世界での自動化運転ですとか、あと、後半でちょっとお話ししたいと思っているんですが、デジタルクローン、はい、これ代わりに仕事をしてくれるクローンなんですね。なので、実体験、例えば、仮想体験からそれがですね、その場にいなくても仕事ができたり、そういうふうになりますので、代わりにクローンが仕事をしてくれるような時代が来る。で寝てる間に、例えば明日のカンファレンスの資料をまとめておいてくれるクローンがですね、
でぜひ欲しいですね、そういう時代が来るんですね、はい、でそのクローンがやったことをですね、翌日自分で見て実際にそれでいいかどうかを確認する、これからのテクノロジーが変わっていくことによって、社会生活は大きく変化していくと言えるかと思います。で最後にですね、私の部分の最後にちょっとお話ししますと 5G が来るとちょっとこれテクニカルなチャートに見えますが、今クラウドがテクノロジーがですね一極集中だったものがエッジにテクノロジーデータがどんどん降りてまいります。ですので集中化から分散化に行くんですね。でここは非常にいろんな可能性がありまして、例えばコグニティブ AI であればエッジ側に AI が入るんですよね。今はクラウドに AI がありますが、エッジの、訓練された、AI が、いろんなところで必要になってまいります。これがこれから起きていくパラダイムシフトでして、でまたこの技術はですね実はクラウドの技術と一緒なんですよね。コンテナだったり、それからオートメーションだったりオープンっていったテクノロジーが実はエッジでそのまま展開できる。ここが、これからのテクノロジーの可能性です。で最後にちょっとだけ宣伝ですが、そのためにIBM はレッドハットを買収いたしました。非常に高い金額で、はい、買収いたしましたが、これからの、ね、5G の時代でクラウドだけでなくですねエッジの中で同じテクノロジーでどちらでも使えるというこの、技術化が、これからの大きな、ビジネスの鍵になっていくかと思います。ありがとうございます。レッドハットのオープンスタックは私どもの MNO 事業、モバイルキャリア事業のクラウドネイティブの基盤でフルに活用させていただいております。買収完了おめでとうございます。ありがとうございます。このレッドハットの今後の可能性についてもう少しお話しいただけます？可能性は非常に大きいですね。先ほど申し上げましたその世の中今どんどんみんなクラウディファイと言ってクラウド化コンテナ化でそれオープンなのでそれを作るとそれをどこにでも持っていけるわけですよね。でこの絵で見ていただいてもエッジの一箇所で作ったテクノロジーをですね違うエッジに持っていって使ったりとかこのポータビリティオープンネスって非常に広がるんですよね。例えばパナソニックさんのいろんな例えば家電で展開して使うとか、ですので一社集中のものではなくてテクノロジーがこうエコっていうかみんなのものになるんですね。非常な、変革があると思います。なるほど。まさにコンテンツディストリビューションコンテンツ配信の仕組みもこのエッジコンピューティングを使うことで変わってくるでしょうね。ありがとうございます。ありがとうございます。さあそれでは楽天技術研究所の森さん、はい、熱く語ってください。ありがとうございます。今ちょっと荒川さん のデジタルクローンの話聞いたら私40代なのでパーマンのコピーロボットをちょっと今思い出してしまう。パーマン2号つまりなんか昔見て描いてた未来が来るんだなみたいな話かなとちょっと思っております。すみませんちょっと自己紹介が遅れましたが楽天の森と申します。楽天では主に研究開発を統括しております。主な職種として楽天技術研究所という組織のマネジメントをしておりまして、現在世界5カ国6拠点、100名以上の研究者が、フォーカスとしては AI とディープラーニングを中心とした研究開発活動を行っております。で私の方からですね楽天技術研究所の取り組みに触れながらも 5G が持つ、ポテンシャルってどんなものなのかなビジネスへのというところをちょっとご紹介できればなと思うのですが今こちら映っており映ってない今こちらですね映っておりますね映っておりますのは去年の11月にですね宮城県仙台市、楽天イーグルスのホームスタジアムで行いました 5G の実証実験の、写真になっております。我々としてはですね実は楽天はドローンの配送とかやっているんですが、ドローンやあるいは無人配送車 UGV の配送シナリオということを想定してですねそれが例えば 5G ではどういうふうなベネフィットがあるのかということをちょっとデモンストレーションさせていただきました。ビデオの方を、流していただければと思います。The first test involves remote operation of an unmanned delivery robot and video-based identity verification
Rakuten is working on resolving the delivery crisis as a member of the EC industry. As part of this, it is considering the option of fulfilling the last 1 mile of delivery through the use of such robots. On this day, a test was held inside the stadium. The plan is to use images captured by a camera in real time to identify recipients on delivery. Transmitting via 5G will make it easier to read images such as faces or ID card text.A second test was conducted to see if a drone could identify individuals in a stadium from a video captured by its camera. Through this technology, Rakuten hopes to provide greater entertainment to baseball fans when they visit Rakuten Seimei Park Miyagi. はい、今ご覧いただきましたようにですね、8K カメラを搭載してですね、それぞれ UGV とかドローンに搭載してですね、高精細な画像ですね、5G の特徴の一つである高速大容量という機能を生かしやり取りすることで、例えばお客様を認証する、お客様だけではなくてお客様のライセンス ID カードとかを認証する、それだけでなくて遠くからでも認証することができるということによって、これまでにない個配を実現していくというちょっとシナリオのデモンストレーションになっております。はい、もう一つのデモンストレーションなんですが、楽天市場のですね、長くから出店いただいている飯坂マニアストアーズさんというファッションジャンルの店舗さんと一緒にコラボした案件になります。飯坂マニアストアーズさんのですね、オリジナルブランドであるズーティーとコラボしまして、 5G 時代を睨んだリモートでの接客がどうなるのか、未来の接客はどうなるのかという研究です。で、今ちょっと画面の方のスライドの方のですね、左の方にですね、お客様が立ってるんですが、お客様が神戸にいまして、デジタルサイネージ上の前、デジタルサイネージの前に行ってですね、デジタルサイネージに映ってる、うさぎさんから接客を受けてる、ファッションコーディネーションを受けてるという絵なんですが、ちょっとこちらもビデオの方を、ご覧いただければと思います。ビデオお願いします。このようにですね、うさぎのなんかちょっと気持ち悪いうさぎのキャラクターがですね、デジタルサイネージ上で、接客をしている、でお客様のファッションのコーディネートを、しているという図なんですけれど、実はスタッフの方は、店員の方はですね、東京におります。で、東京からリモートで神戸のお客さんを接客している。で、東京のお客さんはですね、VR 空間内でいろんなファッションをピックアップして、こうファッションコーディネートをしている。で、これがスタッフさんの視点なんですが、もう VR 空間内で接客をしていると。で、例えばこういうようなそのアプリケーションを通してですね、で 5G 時代ではもっとリッチなコンテンツ、もっとその低遅延のスムースな流れになると思うんですが、こういうものを通してですね、 5G 時代ではその神戸と東京という離れていた場所であっても、なんていうんですかね、そのぎこちない接客ではなくて、すごい親密的な接客がこうできるようになっていくのではないかとい う, こう実証実験になっております。3つ目なんですが、5G 時代の到来によってですね、職場環境あるいはワークプレイスも変わっていくのではないかというふうによく議論期待されています。で、例えばその議論の中心は、例えば AR、VR とかの話が結構ありまして、例えばプロダクトのデザインとかコミュニケーションとかが AR、VR としてリッチになっていくみたいな話があるわけですが、我々としてはですね、AI スピーカーがよりその業務のシーンに浸透していくんじゃないかなと思ってます。特に AI スピーカーにですね、この翻訳技術が搭載されて、こういろんな職場シーンに入っていくと。実はですね、楽天技術研究所は独自のトランスフォーマーという最先端のテクノロジーを使いまして、翻訳技術を作ってまして、現在35言語までの翻訳を実現しております。で、例えばですね、そういうようなその 5G 時代では、さりげなく AI スピーカーが通訳をしていくことによってですね、例えば日本語がしゃべれない優秀な外国人社員でもですね、言語の障壁を感じることなく活躍することができるという、そういう未来がやってくるのではないかなと、思っております。我々は例えば 5G はそういうポテンシャルがやってくるのではないかと、思っております。私からは以上になります。はい、ありがとうございます。森さんのところの RIT、 楽天技術研究所は特に、基礎研究というよりも商用化される実証実験をたくさんやってらっしゃる、特に AI の分野、
この 5G と AI の親和性について30秒で語ってみますか。わかりました。わかりました。 5G は本当にすごいんですよ。 5G って 4G の100倍のデータがやり取りされるんですよね。でそれってもう人間では扱えないデータ量なんですよ。本当にその 5G のポテンシャルを引き出そうと思ったら AI を使って例えば画像認識もそうですし翻訳もそうですし、いろんなことをやっていく必要があるんじゃないかなと。だから 5G と AI の掛け合わせっていうのは非常に重要なキーワードだと思っております。お見事。はい、まあ、これまで企業やビジネス、そして社会にもたらすインパクトという話、皆さんからいただいたと思うんですが、ここでちょっと視点を変えて、その企業の中で働く社員、従業員にとってこの 5G がもたらす価値って何なんだろうということをちょっとディスカッションしてみたいなと思います。特に今2020年東京オリンピックを迎えるにあたって働き方改革ということが注目されてますし、また今日もお二人の女性ビジネスリーダーにご登壇いただいてますが、さらなる女性活躍、活用じゃないですよ、女性活躍、そして、楽天の中でも外国人、エンジニアたくさんおりますが、高度外国人人材の活用というのが、これは政府も含めて注目されている3つの分野なんですが、そのあたり社員従業員の視点でですね、この 5G の活用について何かご意見あればどなたからでもお願いします。私からいいですか。私娘が一人いるんですよ。で出産した時に実は前職のシスコに、はい、いましてですね、その時にネットワーク環境があってビデオ会議とかも普通にリモートワークを全然できる環境だったんですよ。でもそれがなかったら私キャリア作れてないって思うんですね。でもこれがですね、 その時点でもう16年ぐらい前のことなんですけど、これが 5G になってそのテクノロジーがまたアップデートしていくと、そのリモートワーク、その距離があることのそのハードルがどんどんなくなっていく。しかもそこでその AI だったり翻訳だったりデータを一緒に活用した会議とかコミュニケーションができることで生産性絶対に上がるんですよね。その距離がそのなくなっていく、そしてコミュニケーションの質が上がるっていうことがすごく大きいな、だ要素かなというふうには一つ思います。あともう一つはですね、やっぱりその社員 その健康とかモチベーションをどうやっていろんな働き方をする人たちの中で会社としてそれを把握して会社と従業員の距離を縮めていこうというふうに思った時に、これもですねやっぱりいろんなデータで社員の状況をこう理解することができる、そんなテクノロジーもたくさん出てるじゃないですか。そういうことも含めてですね、 5G によってそこがまた加速させてされていくっていうふうに思います。なるほど。先ほどデジタルクローンという話が、ね、ありましたけど、リンダ・グラットンが書いたあの本、確かワークシフトでしたっけ、あの中で20年30年後の仕事の仕方として、なんか女性の方が朝アバターをテレビ会議に出しておいてその間にお化粧をしていると。いいですね、欲しいですね、はい、お化粧って結構時間かかるんですよね。なのでその間働いてくれてるアバターが助かると思います。デジタルクローンのお話をちょっとしましたけれども、クローンのテクノロジーでいくと、例えばそうですね、 AI が乗っていていろんな情報を調べてくれていて、事前準備が全部終わっていて、それから私は外資系の会社で働いていますけれども、例えば翻訳も自分でする必要はなくて、ネットな価値に直接触ることができる。つまり、言語を超えて、英語だけでなくいろんな言語で書かれているものをですね、そのまま自分のものとして勉強することができたりとか、5G、 それから新しいテクノロジーが持ってくることって非常にやはり、ダイバーシティとそのインクルージョンを進めるというふうに考えます。で、IBM はおかげさまで女性が活躍する会社第3位、日本、そうですね、来年は1位目指しますけど第3位で、あと女性管理職は、第1位だったんですね。荒川さんも執行役になると同時に経営側の取締役でいらっしゃいますもんね。やはり
活用と言ってはいけないって平井さんおっしゃってましたけど、でも企業はですね、やはり女性に働いてもらうことこそがやっぱり戦力なんですよね。働きやすい会社を作ってテクノロジーをどんどん入れて、先ほどの山口さんおっしゃってたみたいな、まあ、産休の間でもお仕事をしていただけるとか、そういうことがやっぱりこれが、社会力につながりますし、それから、まあ、企業にとっては実際利益につながってくるわけですね。なので、そこをちゃんとやっぱりテクノロジーで埋めていくということは非常に大きな可能性があるというふうに思います。なるほど。パナソニックのコネクティドソリューションズ社も樋口さんが、ね、マイクロソフトから移られて入社を本当にその働き方徹底的に変革したと伺ってますが、そのあたりいかがですか？もう頑張って取り組んでます。まあ、そういう意味ではですね、もちろんその働き方改革って言った時にそのカルチャー改革も重要なんですけど、同時にテクノロジーのユーセージっていうのを全社レベルで上げるっていうのはすごく重要なんですね。なのでそこはもうある意味ガバナンスを効かせて、みんなが使える環境を、みんなが使う風土を作るっていうところにですね、なるほど、しています。どうしてもやっぱり企業文化とかカルチャーっていうことを、ね、重視で考えますけど、カルチャー×テクノロジー、おっしゃる通りだと思います。この両方両輪で回さないといけないってことでしょう。やっぱりそうです ね、戦略だと思います。企業にとってはここはまさに戦略の分野で、先へこう投資してやっていくべきことで、企業としての体力を作っていくことですので、例えば日本でいうと東京オリンピックが来るからそういう練習しましょうって政府が言ってからやるんではなくて、やっぱり企業はどんどんそこへ投資してテクノロジーを使っていくべきだと思います。そうですね、その 5G とかその AI がいろんなポテンシャルをこうその働き方や職場環境にももたらすので、むしろ積極的にいろんなことをチャレンジして、あ、こういう可能性があるんだみたいなことをこう探索していくみたいなのはすごい重要かもしれないです。なるほど。なんか卵が先か鶏が先かっていうのはあると思うんですけど、結構テクノロジーを使っていくと絶対カルチャーが変わるんですよね。変わるんですよ。人のビヘビアが変わっていくっていうのは絶対的にあると思っていて、なるほど、そういう意味でもですね、早く新しいテクノロジーをアダプトするっていうのはすごく重要なことかなと思います。まあ、全く賛成で、その なんていうんですかね、倫理っていうかダイバーシティが重要よって勉強するよりも、テクノロジーがそれをサポートした方が全然進化が早いと思うんですよね。やっぱりそこに本当にまあ、テクノロジーインダストリーにいる身としては非常にやっぱりそこ夢を感じるので、ここに会場にいらっしゃる方もそこにビジネスのチャンスがあるので、ぜひそこを生かして、ビジネスを作られるということをされるのがいいのではないのかなというふうに思います。私たち自身がロールモデルになるっていうことですよね。そうですね。あとやっぱり先ほどもちょっと話をしてたんですけど、テクノロジーが新しくこう生まれる時ってやっぱり産業が変わるチャンスでもあるんです。イノベーションが起こる時じゃないですか。なのでやっぱりそれにどうチャレンジするかっていうのが企業のね、すごく重要な課題だというふうに思います。そうですね、その従来のやり方ではなくてこう新しいやり方っていうのをこうどんどんトライするとか、あるいはその先にこう提案してみるとかという。もう新しい時代の、あ、ごめんなさい、なんて言うんでしょうかね、ウィナーは変わりますよね。今いる多分企業じゃなくなるんですね、 5G が来ると。私は絶対そう思ってるんですけど、ゲームチェンジャーになるかもしれない。そうですよね。 5G がで楽天さんがいち早く、まあ、その ICT の世界に入られた、三木谷さんが入られたのはやはりそこをご覧になってらっしゃるからではないのかなと思うんですが、非常に大きな勝ち組が新しく生まれる瞬間だと思うんですよね。そこへどれだけのスピードで入っていけるかだと思います。 5G そのものがゲームチェンジャーになる、新しいリーダーが、新しい企業が登場するということですね。ちなみに楽天の開発部隊、日本で2400人ぐらいいるんですけど、まあ、先ほどの社員という観点で言いますと 25% が女性のエンジニアで、約6割がもう外国人国籍で、国内で仕事をしているメンバーになります。そういった意味で森さんのところの、ね、RIT 楽天技術研究所もっと外国人比率高い。はい、100名以上の研究者がおりますが、 85% が外国籍になっています。特に AI ディープラーニングというのはもう本当に世界中ですごい勢いで研究開発がされてまして、で例えばアメリカ その優秀な研究者とかが発表したら、みんながもう瞬く間に応用の研究するので、
まあ、やっぱりそこに中心になっていくのは英語だったりするんですよね、うん、でそういうその優秀な人をいかにその何ですか集めて言語の障壁なんか働いてもらう環境を作るかっていうのはすごい重要ですね。なるほど。そういう意味ではまだまだ 5G を技術として活用することによって企業の体質とか企業のその在り方そのものが変わるということを皆さんおっしゃってるのかなと思ったんですけど、無限の可能性があるということですよね。だいぶお時間が迫ってきたんですが、そろそろまとめに入らせていただこうかなと思うんですけど、それではですね、最後のお一人ずつですね、 5G 時代の経営におけるキーワード一言、はい、一言ずつで表していただけますでしょうか。いいですか、はい、やはり新しいエクスペリエンスの体験の創造ですね、うん、それができた企業が、勝っていくと思います。ですので今あるものではなく、さっきちょっとありましたけど、まあ、一言と言われて随分喋ってすみません、 4K、8K で見えない世界、今人間が認知できないようなことができたらどんなことがビジネスになるのかなと考えられる、 そこにやっぱり大きな、ポイントがあると思うので、私は、新しい体験、新しい体験、はい、ありがとうございます。荒川さん、さっきからですね、そのテーブルの上のちっちゃな、そうでしたね、はい、瓶が気になってるんですけど、今日は IBM がですね、こういうこともっていうか、まあ、そういう世界にすごい力を入れていることで世界最小コンピューターを持ってまいりました。見えないで、ね、で全然見えないと思うんですね。でカメラさんちょっと研究所にですね、この何ていうんですか、ルーペも持たされたんですが、ルーペを使っても多分見えないと思うんですが、ここにですね、白がですね6個入ってるんですね。この CPU がですね、見えますかね、見えないですよね。ここから見ても見えないですもんね。こんな感じなんですけれども、ここに、6個の CPU が入っています。で、これが世界の最小コンピューターで、性能としては、90年代の X86 の CPU の能力ぐらいございます。今カメラさんに寄ってます。はい、すみません、私の顔には寄らないでくださいね。ここに入っていまして、でこれにですね、太陽電池ですとか、そういったものをつけて実際の、実装テクノロジーとしてエッジで使っていくということを考えています。例えばブロックチェーンといったような、場面で使うことを考えています。ありがとうございます。見えますか？見えないです。見えないですよね。私も見えないです。多分パナソニックさんの 8K カメラだと思います。ああ、そうですね。これは映ると思います。カメラ持ち込めばよかったですね。荒川さん、ありがとうございます。じゃあ山口さん、最後一言総括いただけますか。はい、その 5G 時代って本当にいろんなイノベーションが起こる時だと思うんですよね。で、その我々そのパナソニックって本当にいろんな企業のこの現場、例えば工場の現場とか物流の現場とか、いろんなところに寄り添いながらそこをアップデートするっていうことをこうなりわいにしていたりします。なんかそう考えるとですね、そういう新しいテクノロジーを使ってですね、いろんな企業の方と新しい競争をしながらやっぱり現場のイノベーションを起こしていくということかなというふうに思います。ありがとうございます。じゃあ最後に森さん。はい、私自身はそのアウトオブザボックスかなって思ってたんですよ最初。その 5G ってやっぱりすごいので、今まで その常識とか規制の考え方を超えていきましょうみたいなことだかなと思ってたんですけど、そのこのセッションのお話をお伺いしてて、なんか文化が大事なのかなとちょっと思って、新しいその技術がやってくることをどういうふうにその受け入れて、そのさらに活用していくかっていう企業文化をどういうふうにこう育てていくってことが大事なのかなってことをすごいちょっと学ばさせていただいたような気がします。なるほど、ありがとうございます。ちょうど時間になってしまいました。お話は尽きないんですけども、オプティミズムカンファレンス初日最後のセッションはこれで終了とさせていただきます。ご登壇いただきましたパネリストの皆さんに盛大な拍手をお願いいたします。